あれ買っちゃいますか。そうそう、これかっこいいですよね、これ。はい、モコフィットネスです。今日はいつものショップで、ヨネックスの、試乗会を行っているのでちょっと遊びに来ました。で、見てください、今の、フレームが 630g、 あと、これとこれですね、カーボネックス。はい、はい、で今1台帰ってきました。はい、とても今チームのメンバーの方も試乗していろいろ走ってきてるんですが、とにかくやっぱり走りがいいみたいで、滑らかでいて滑らかでいて、さらに踏んだらすぐにこうスッと出てくれるっていう、まあ当たり障りのない言い方になっちゃうんですが、やっぱりそこにつきますよね。踏んだらすぐ反応してくれて、でどっかしらガチガチでもない、見た目こそオーソドックスな形ですが、やっぱ今のところこの値段でこの性能はちょっと最強クラスに入るんじゃないですかね。僕もやっぱり次のフレーム買う時の候補の一つですね。乗ってる人がいるからな。はい、じゃあこれから僕も軽く試乗していきたいと思います。はい、これからヨネックス、HR サイズは、S ですっけ。 S ですね、はい、S に試乗したいと思います。はい、OK です。よし、じゃあ行ってきます。自転車でも面白いから軽くなるけど。あー、もう早い、もう早い。はい、これから、試乗なんですが、こっそりですね、このストレート、はい、おそらくどのぐらいなんだろう、400m ぐらいあるんですかね。これでちょっと、人通りがすごく、少ないところなので、ダンシング、それとシッティングでもちょっと強めの踏み込みで、まあ、フラットペダルなんですがね、まあ、それでも今までの経験的に、どんなようなフレームなのか、ちょっと特性を見てみたいと思います。はい、今試乗してきて、HR 乗ってきました。だいたい下半ダンシングを 4,5 本かけさせてもらいました。よくある言い方になってしまうんですが、やっぱり踏んだらすぐ反応します。まあ、もうレース思考ですね。踏んだらスッとすぐ出ます。で、あとその、まあ、ルック795ドグマとの差としては、非常にフロントの方のこのダンシングした時に操作性がものすごい良かったんですよね。
これってどう伝えたらいいんだろう。すごく、そうそう、すごい素直なフレームです。イメージした通りに反応してくれる癖のあるフレーム。まあ僕の乗ってるルックなんて特に癖があるんですけど、それから比べるとものすごい癖がないバイクでした。だからもちろん初めて乗る方はこれを選ぶのはものすごくありだと思います。でシッティングの方ですけど、まあもうこれはもう間違いないです。すごいさーっと、もうやっぱり素直ですね。素直にニュートラルな自転車ですかね。それをとことん追求したような感じが、見受けられましたね。まあ、そんな感じで、試乗させてもらいました。やっぱりあれですね、日本のメーカー真面目に作るとすごい、いい自転車が作れるということがよく分かりました。はい、じゃあそんな感じで、今日はヨネックスのフレームの試乗会でした。でちょっとでも面白かったらいいね、チャンネル登録お願いします。それじゃあまた。